おばんでやんす。どうも、ジェラート大好き、ジェラシー・ジェラオ。というわけで本日はこちら表参道ヒルズにやってまいりました。なんでもこちらジェラート食べ放題のジェラート博というのがあるということで、果たしてどんなジェラートがいただけるのでしょうか。楽しみですね。ジェラート全種類食べて、この世のジェラートというジェラート全部食ってやるぞ、なっちゃった。それでは今日も張り切ってね。ジェラ行ってみ。いや、やっと来ましたね。いやー、すげー盛り上がってんな。会場全体が甘い香りで包まれてますね。はい、というわけでこちら、全てのこう穴にこう埋まるようにジェラートもらってきましたけれども、いや中でも人気店とかあるみたいで、こう並ぶんですね。いや、あんま並んでないやつチョイスしちゃったんで、ちょっと味の方は微妙かもしれませんが、それでは早速いただいてみましょう。あ、うまっ。濃厚かなと思ったらこうミントの香りとかしますね。はい、こちら、ロッテの、ジェラートマイスターマンゴージェラートもいただいてきました。いや、量的にはこれが一番多くてありがたいですね。あー、もう入れ替えの時間だって。はい、というわけでね、ジェラート食べ放題いただいてきましたけれども、まあイメージとしてはこうなんかでかいスプーンでこうジェラートすくってね、いくらでも食えるみたいなイメージだったんですけども、なんか小さいスプーンでカップを渡されてみたいな感じで、なんかがっつりジェラート食えるみたいな感じではなかったですね。なかなか種類もそんなに食えなかったですし、でもまあジェラートとは何ぞやみたいな知るいいきっかけになったんじゃないかななんて思っております。まあ、これからの季節ね、ジェラート皆さん、召し上がっていただくというのはいかがでしょうか。以上、表参道ヒルズジェラート博よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。